日向坂46 4期生、平尾穂夏のグラビアとインタビューが10日、月曜日、日向坂46公式サイトの4期生のポカポカ写真館で公開された。4期生12名のグラビア&インタビューが掲載される4期生のポカポカ写真館。ナインスシングル、ワンチョイスの発売日となる19日、水曜日まで毎日1名ずつ公開される。10日に公開された平尾は、鳥取県出身の19歳。インタビューでは、上京生活についてやおもてなし会を通しての成長、ナインスシングル収録の4期生楽曲、シーラカンス、メガボルトの見どころ、これから挑戦したいことなどについて語っている。